ルイです。今日はラムママのみんながお家に遊びに来てくれるので、遊びに来てくれたタイミングで性別を発表したいと思います。イエーイ。1週間前くらいに性別が検診で分かったので、編集部の方と相談してあるサプライズを考えたので、みんなに披露していきたいと思います。これラッシュなんですけど、編集部の方が買ってきてくださって、これを開けた時にバスボムがピンクだったら女の子、青だったら男の子っていうのでサプライズしていきたいと思います。今見てるみんなもラブママのみんなと同時にちょっとサプライズする形になるんですが、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。ということでどうぞ。りのです。まやです。ゆずぴです。るいです。えみです。今日はるいちゃんのお家にお邪魔させていただいてます。ありがとうございます。お邪魔します。どうですか、あの妊娠の経過は。は順調です。ありがとうございます。お腹大きくなってきた、うん、なってきた、ほっこりしてきました。6ヶ月です、今。ということで今日はるいちゃんのお家で妊娠のお祝いをしたいと思います。ありがとうございます。おめでとう。ケーキ食べよう。はい、やったー。いただきます。体重管理がやばくて、今逆にみんなトータル何キロ増えました？23ぐらい。うん、そうなんだ。いや、マジ、どんな感じだっけ。お腹すかんの。お腹空いてしかない。しかも食べ座りで、うん、飴とかずっと舐めてて、血圧もやばくて、5歳になる年なんで、生まれた時にちょうど5歳差。もう久々すぎてほぼ初めての感覚っていうか。そうだよね。なんか1歳10ヶ月でも離乳食の詰め方とか忘れた。あー、そっか。女の子でとなんかちょっと違ったりすることもあるし、違うんだ。お尻の深さとか、あるね。前後ろ向き。確かに。出産がめっちゃ怖いです。そうだよね。めっちゃ怖い。ゆずちゃんの聞きました？出産の時の。ララポ？あ、そう、ララポート。ララポートで破水しちゃって、もうやばいってなってナプキン買って、で車で病院連れてってもらってっていう。すごい。ご飯まじ。ご飯食べ行ってる時。マジ？麻酔が先なんだ。でも陣痛が先だったのも。最近でも頭痛がしてる、なんかテレビのなんか見てさ、頭痛ってめっちゃさ、やっぱ和らぐの。うん。あと治りが早いっていうかね。そう。頭痛の人はなんかテレビ電話してた。すごい。なんかこう、腰も痛いね。めっちゃ痛い。あ、痛いんだ。痛い。え、どのタイミングで麻酔入れるの？もう7割までいったけど。あ、じゃあ子宮口結構開いて、かくらたんになってから、そうなんだ。最後の一番激痛のとこだけちょっとやらげられるよってぐらいの。それまでは痛いってこと。10段階中7ぐらいまで痛みが来たら教えてって言われて、痛みなんだ。10は分からないぐらい。感覚短くなってきて、入れてくださいって言っても効かなくなって、それでも痛いって言ったりとか、30分に1回しか入れれないから。でもなんかお酒強いと効きづらいって聞いて、しょうがありません。仕事の両立はどうですか、今6ヶ月になって。ほんと初期の時とかは切迫流産とつわりで重なって、Zoom とかでやってたけど、安定期入ってからはもう妊娠前と変わらない感じで、メインでやってるのは夫婦での YouTube だから、家でもできるし、アパレルとかそういう撮影以外は変わらず両立してって。最初しんどくなったりする時とかないの？産む子よりつわりがそんなにきつくなくて軽い方だったのかなって思って、ちょうどそのつわりの時期と自宅麻酔にしてなきゃいけない時期が一緒だったから、ある意味ちょうど良かったというか、寝てなきゃいけなかったから、心配してたかも。めちゃめちゃ頑張ってるから大丈夫かなって思いながら。レイみたいに妊娠中働いてたっているんですか？
私ライブ配信してて、あ、妊娠中、妊娠中から、そうなんだ。お家だからできたっていう。私は着物屋さんで働いてたのと、あと撮影だからめっちゃきつかった。やっぱ振袖着なきゃいけないとかあったから、貧血、産後も新生児の時とか配信しながらみたいな。1週間入院してからすぐもう退院した直後に配信始めました。撮影期間思ったけど、毎年一人は妊婦さんいるの。確かに、面白い。ジャズママならではなきゃ。いや、ほんとに。去年はリノが、今回はルイちゃんが。それこそ、夏美ちゃんのとこと同い年だから。確かに、そういうことかな。そう、同い年。今日は、ルイから報告があるんですね。何ですか？なんと、性別が、聞いちゃったよ。わかんないですよ、聞いてた。どっちだと思います？男の子？言われる、すっごい。女の子。みんなに言われる。女の子で、私たち。どっちだろう。で、打ち合わせをして、ジェンダーリビールボックスを準備させていただきました。すごい。ラッシュなんですけど、バスボムが入ってます、中に。ピンクのバスボムが入ってたら女の子、青のバスボムが入ってたら男の子です。せーの、オープン。誰に聞いても男の子っぽいって言われてて、自分でも男っぽいなって思ってて、で分かって旦那がうわマジかみたいな、娘かうわどうしようみたいな感じになって、もう今からデレデレで、もうだから良かったのかなと思って、どっちでも嬉しかったけど良かったです。可愛いよね。どっちも可愛い。確かに、男兄弟でもね。実家がお祭り。私の父の方がすごいお祭り騒ぎで、まだ全然大きいドレスみたいな着れないやつとかをこれこれみたいな写真送ってきたりするから、喜んでくれてよかったな。ということで、今日は私の性別発表でした。ありがとうございます。ありがとう。お祝いもしてくれて本当ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今日の動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。